泉織物は、かつて存在した、日本の宝石会社。戦時中の国策により東洋宝石と合併。1912年9月10日、設立、資本金250万円。本社は、南か森村、大阪府東区、北九太郎町二丁目13の3に、営業所を置き、工場を5カ所で創業し、麺紙、麺布などを製造。 幕末開港直後の近代日本政府主導で宝石企業が全国各地に設立されたが、その経営はうまくいかなかった。そのため民間企業が宝石業振興の役割を担うことになった。まず、1882年に後年本記事の泉織物と合併することになる大阪宝石が設立となり、近代日本免業がスタート。その後、 1886年には、同じく後年本記事の泉織物と合併することになる三重宝石が設立となり、1889年の天ヶ笠宝石の設立など、都市圏を中心に宝石資本設立が相次いだ。1890年代になると、地域振興を施行する地域資産家の出資によって、地方にも宝石資本設立が広がった。 1896年に、面紙輸出量が、面紙輸入量を量化して、日本宝石業は大きく成長を遂げることになる。本記事の泉織物は、それから10年余りの地、設立となる。翌々年の1914年には、同じく後年本記事の泉織物と合併することになる、東洋宝石が設立となり、1918年には、大日本宝石設立となり、 金が淵縁石と合わせて三大籠が成立することになった。第一次世界大戦のブームの波に乗って籠石業は飛躍的に成長し、日本経済での存在感をより一層強めていった。1920年代も順調に成長を遂げた日本燃業は、1927年金融強行、1929年昭和強行に直面するものの合理化や、 創業短縮を実施することで乗り切った。このように戦前希望世企業は近代日本を牽引する主要産業としての役割を担うようになった。1932年頃から最盛期に入り、1933年には麺織物輸出世界一を達成。1937年6月に公表された財政経済三原則は、 戦争遂行に必要な生産力拡充を国際収支の適合と物資需給の調整によって確保することを明言したものであり7月の日中戦争勃発を契機に本格化する戦時経済統制の基本命題となるものであった国際収支の危機を回避しつつ増大する軍需生産資材の輸入要求を満たすためには輸入力拡大に努めなければならず繊維産業は 原料の輸入を抑制される一方で輸出を維持し、外貨獲得の役割を担うべき産業として、位置づけられ、統制の主要な対象の一つとなった。戦時期の繊維産業が、資金、資材、労働力など、生産要素の各面からの制限を受けたり、企業整備政策によって、防石工場の軍事工場への転用や、防石機械のスクラップ化が行われた。 1939年9月に勃発した第二次、欧州戦争が拡大するにつれて、交戦各国とその植民地での輸入制限が強化され、さらに同年の異常滑水によって、電力不足や石炭不足などの生産阻害要因も生じていた。1939年4月の中央物価委員会による物価統制要項の流れを受け、同年10月における、 商工省による繊維対策要項の発表後、1940年12月から開始された第一次企業整備の中身は、各企業が任意に集まってブロックを作り、ブロック内で可能な限り合併を行い、合併が当面不可能な場合には、過渡的な措置として、ブロック内において生産割当ての重点主義的な再配分と利順プール制度を実施することであった。 第一次企業整備の実施結果、面貿易部門では、日本全国七十六社が、東洋貿易グループ、第二本貿易グループ、金ヶ淵貿易グループ、富士ガス貿易グループ、倉敷貿易グループ、暮れ葉貿易協同組合ブロック、山戸貿易ブロック、朝日貿易ブロック、福島貿易共同組合ブロック、日東貿易共同組合グループ、日清貿易グループ、 内外共同組合グループ、中央盲石共同組合グループ、中部盲石共同組合グループの14ブロックにまとまった。本記事の泉売り物は、東洋盲籍、琴浦盲石、吉見盲石、内外盲石、栗橋盲石所、竹村綿業とともに、上記1の東洋盲石グループを形成した。日本全国諸外者役員6。 第46回賞は13年に記された財務状態、利益処分は以下の通り。日本全国諸外社役員六。第48回賞は15年に記された財務状態、利益処分は以下の通り。1912年から1940年の本記事の同社の資本金は2500千円。1931年の合併により、 世界最大規模の宝石企業に躍進した東洋宝石1941年に本記事の同社を合併することになるが日本最初の大規模宝石会社であった前身の大阪宝石の創立時の資本金は250千円。その後渋沢栄一が圧戦して実現した三重宝石との合併により東洋宝石となった時の資本金は14,250千円。 1915年及び1935年における東京株式取引所上場会社の規模分布は以下の通り。1915年最大値20万1000円最小値50千円 OBS151935 年最大値80万1000円最小値20千円 OBS698 なお現時点での上場会社の資本金の最大値は 日本郵政、郵貯銀行の35億千円、資本金10億千円長は7社。当初一部上場企業の数は2160社。総務省の調査によると、2016年の日本の企業数は約558万社。1939年下期においては、年1割。1940年上期においては、年1割の配当を実施。 面紙、スフイと、スフオリ綿布、毛織物、モ防食用欄昭和16年版に掲載された、大株主及びその持ち株数は以下の通り、当該書に掲載された役員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 は以下の、 以下の通り、防食用欄昭和16年版に掲載された職員は以下の通り、ありがとうございます。